ってきましたよ。いやー、もう毎回の夕方みたいな感じでね、はい、今日もちょっとね、水泳遊んじゃったんで、水泳遊んだっていうと言葉悪いですけどね、ちょっとね、浜松まで行っちゃったんで、朝早く起きてね、そう、で、で、帰ってきた夜でしょ、もうね、そんなことやっちゃったから、結局、水泳何もやってないんですよ、作業、そう、一切やってないの、だから結局それが、つけになってるね、少しね、うん、そう、まあ、ダメだ、ふざけんなよと思いますよね、そうね、え、思わない?そうね、そういうふうに言っていただける優しい方も、休むとき休んだ方がいいですよって、休みになってないですね、ね、うん、ずっと運転しちゃってね、ね、何百キロ運転するのよ、あれ、本当に。そう、ただコペンでしたけどね、コペンいいね、やっぱりね、もう高速道路を走ってね、全然もちろん速くはないけど、でも十分だよね、うん、十分ですよ。ただね、やっぱね、辛いのはね、リクライニングしないんだよ。ちょっと休憩しないな、ね、休憩、足伸ばせる、こう、起きたまま足だけは伸ばせる、奥が結構あるから、運転席の方は足は伸ばせるんですけど、ちょっとねやっぱ厳しいね、うん、厳しい、はい、しかもね、すごい大雨だったんですよ、行きはね、そう、来るって言ってたから、あ、やめてた方がいいかなっていうね、うん、話だったんですけど、ただ向こうから晴れてね、1日のあれはもう、あちらの方はもう行き過ぎてね、行き過ぎない、通り過ぎて、もう東京の方に来ちゃってね、関東からね、だから、いいからっつって、あ、大丈夫だねっつって、ただ行く最中にすごい大雨になっちゃうじゃないかっていうね、うん、ね、おっかないですよね、東名高速ね、で、東名高速って朝方、夜中とかすごい混むじゃないですか、ね、トラックとか走ってるんで、で、ヤマハンが行ったでしょ。で、その後に、そう、本田宗一郎、ものづくり伝承館っていうんですね。もうね、たまんないですよね。いやで、左手の、あれが、傷が、こう穴があるとか、すごい、こうやって、たぶんなんかやって、怪我してるんじゃないですか。それのね、はい、あれがあってね、すごいですよね。あれ、場所によって、その時その時によって展示してるものとか、うん、違うみたいで、うん、ね、そうで、こうポストカードというんですかね、ね、絵の描いてその、柴田製作所っていう絵を描いてるところですよね。でそこのあれが置いてあって、でもヤマハのバイクR1 なの、 R1 のレーサーですね、はい。それの絵が描いてあって、そう。で、それの展示会をするみたいで、ね。で、それのポストカード、ホンダにこうすげえな、つって。ヤマハだぜ、つって。ね。2階でやるみたいですね。面白いですね。そう。で、言ってね、見て。で、その後にヤマハに行ったんですよ。ヤマハの、っていうか、最初にヤマハの楽器の方行ってね。で、次にヤマハ発動機の方行って、ヤマハ発動機の、うん、あれをね、ちょっと、コミュニティプラザですね。そう、あれは、私はこんなこと言うのもいいんですけど、やっぱりヤマハっていうのはちょっとね、垢抜けてるとかね、洒落てる感じがしますよね。やっぱそれは楽器とかね、そういうのもやってるっていうのもあると思うんですよ、うん、で、それに比べると鈴木さんのはね、非常にこう庶民的というかやっぱ楽器って、まあ庶民、もちろん庶民の方がね、楽器もちろんできるんですけど、ピアノとかバイオリンとかやっぱりちょっとね大変じゃないですかね。まあギターはねあれかもしれないですけど、まあそういうのをね考えると、でおもむろにね飾ってあるのが、展示してある車両ね、で実はその最後、次に鈴木さん行ってるんですよ、鈴木さんね、浜松のね、はい、あっち行ったりこっち行ったりしてね、こんなこと言ったんですけど、ね、はっきり
一番テンション上がるのはやっぱり鈴木ですよ。もうすんごいですよ。ただっていうのは何なのかというと、うん、展示してあるものがね、山のはやっぱり高いですよ、うん、高額、うん、鈴木さんのところは、まあ、レトロ、なんていうのクラシック感になってるから値段ってつけづらいんですけど、もちろんねすごいいっぱい展示してありますし、ね、けどやっぱりね、どちらかというとフロンテとかアルトだとか車ね、ね、あとキャリー、昔のキャリーね、今のキャリーはジムニーとか、まあ、結局庶民的な車ですよ、ね、どちらかというとね、ヤマハ違うもん、ヤマハ車置いてないだろうと思う、車置いてあるんですよ、どちらかというとほらトヨタだから、トヨタ系だからトヨタの、作ってるからね、2000GT と LFA ですよ、2台並んで置いてあるの、もうそれだけで、ね、もうなんかちょっとね、もうすげえと思うんですけど、あまりにもこうかけ離れててね、なんかもう自分こう世界が違うなって感じがするんですよ。でもね、鈴木さんのところだとね、とてもこう親しみが持てるっていう、うわーいいなー、ね、そう無理する頑張ればもしかしたら買えるかもしれないっていうようなものじゃんでしょ、どちらかというと。まあ、軽自動車はね、まあなん、まあ、買えますよ、まあね、なんでも絶対買えないもん、 LFA とか、ね、買えないですよね、あんなの、そう言ってくんないしねそう言ってくんないよね、あのね、うん、いる人選びますもんね、誰でもいいんじゃないですよね、そういうのをね、もうあまりにもかけ離れて私は愕然としました。でね、出てきてから、ただね、いろんなところがちょっとおしゃれで、ヤマハのあのアルコール消毒のポンプあるじゃないですか、足踏み式のね、最近足踏み式のあのありますけど、そう、あそこのあの音楽の方はピアノのペダルになってる、下が踏むとこが、で上がピアノの鍵盤になってて、それがピッと押すとこう下がる、おしゃれですよね、おしゃれですよね。でコミュニティプラザの方行ったらね、発動機の方行ったら、下何だったかな、下踏むとチェーンがつながってて、歯車が今スプロケットがついてて、それでこう動いて押すっていう、凝ってる、え、鈴木さんだ、鈴木さんですか、特に何もそういうの何もやってない、ホンダですか、まあ、ホンダって言えばあれはね、あの伝承館の方ですからね、あれはね、あれはね、木のあれで作ったと。だからやっぱりちょっと凝ってる、うん。鈴木さん、そういうところに何も言ってないですね。はい、ね、面白い。あと、山田さんの方はね、今ね、またがれたりするんですよ。バイクとか。あと、あの、ATV、四輪のやつあるじゃないですか、バギーみたいな。あれもご自由にお乗りくださいって、持ってね、おおっつって、遊べるんですよ。鈴木さんね、一切手を触れちゃいけない。過去になかったんですかね。ちょっと寂しいね。ちょっと触らしてよと思うんですけど、そこがちょっと残念だけど、うん。お、ジムニーとかちょっと触ってみたいと思ったんだけど、触らせてくれなかったね。まあ、お店行って触ってくださいってことだね。だからね。はい、ね、ちょっと残念だな。LFA とか 2000G ってさすがに触れないですけど、触れる距離にはあるけど、触れないです。触ろうとしたら、誰かすっ飛んできそうだ、うん、そのまま追い出されちゃったね、うん、やばいですからね、本当にね、面白い、うん、非常に、うん、ただやっぱり、まあ、鈴木さんはいいんですけど、うん、やっぱり一番ね、こうやっぱりいいなと思うのはやっぱホンダですかね、うん、やっぱあの親父さんのね、あれがやっぱりいいんですよね、うん、そんな気がいたします。はい、1973年なんてね、もう相当昔ですけど、その時にはもうね、社長職を辞めて会長職になられたっていうね、すごいですね、相当昔の方なんですよね、はい、でやっぱりね、いろんな逸話というか伝説というかね、そういうのがありますけど、うん、そう、
ね、で 今じゃ絶対会っちゃいけないんだけど、みんなみんな引っ叩かれたとかで、ね、怒鳴られたり引っ叩かれたりね、うん、でするらしいんですよ親父さんはね。でもね、そういうふうに戦えた連中が今の重役たちですよってなんかね、そういうね、あれが書いてあります。どっか本に行ったのね、載ってるんですよね、杉沢さんのね、面白いです。今は絶対ダメでしょ、ね、もうすぐ捕まって、もうあれですよ、パワハラだ、暴力だね、障害だって言って訴えられちゃいますよ。大変ですよ、本田宗一郎ね、暴力のどうのこうのっつってね、そういうのが許された時代、ね、許された時代っていうところですよ、本当はダメなんですよ、ね、それはいつでもダメなんですね、例えばそれっていうふうに言うと思うんですけど、多くのね、ダメですよね。キャラクターになってね、手ぬぐいとか売ってる。ほんとそういうキャラクターになって面白いね。すごいっすよ、ね。買わなかった。いろんなものが売ってて、ね、楽しい、うん、でちょっと買っちゃったんですよ、本田宗一郎のトマトで。これどうしてソケット X になって、そう、ね、なんでですかね、 X に変えたんですよね折れちゃったね、折れちゃった。でも全部テスターとかかってるんです。あんたね、ありないですよね。スイッチかかるかな。かかる。これがやったら大丈夫なのか。ブレーキコライザー。もうちょっと、もう戻らないとまずい。一回戻って。とりあえず後ろ回りはね、これで OK ですね。はい。そしたら次、フロント回りをやって、うん。そうですね、これを終わらせればあと1台でしょ？あと1台というのは GP125 の納車整備ある。ね、それで、あ、XSR でも明日。ですよね。うん。XSR は大丈夫、もう終わってるんですよね。はい。終わってるから大丈夫。ナンバーちょっとまだつけてないんですけど、ナンバーも来てるんで、それをつけるだけということでね。送ってないのか、まずいな、ちょっと、うん、はい、ちょっとやらなきゃいけないのがいっぱいあるみたいなんで、ちょっとこの辺でおいとまさせていただきたいと思います。はい、うん。